小林麻衣さん、いろいろブログを連発、乱発してるんですけどね、神田沙也加さんをこう、イタコゲーで降臨させたのはちょっとね、皆さんの反感買ってますけどね。またイタコゲーやってんですよね。今度は海老蔵さんのお父さんであるね、亡くなってね、市川團十郎さんのイタコゲーやってんですよね。第12代目市川團十郎よりっていうブログね。歌舞伎俳優の市川海老蔵さんに対し、動画やブログで厳しい批判を行っているフリーアナウンサーの小林麻耶さん。小林麻耶さんはあれですか？フリーアナウンサーという肩書きは今でも持ってんですかね？で、3月30日にブログで12代目市川團十郎よりというエントリーを投稿を、外面ばかり良くて愛がない、人を傷つけ見下し、恩がある人に感謝をしない、そんななりたいは看板を出さなくていい、覚悟を決めて今おしまいにしなさい、覚悟を決めて出て行きなさい、これからの歌舞伎は勸玄から新たに作ります、と12代目團十郎さんが言ってますって書いてますね。ひどい話ですよ、こういうのね。亡くなった人いちいちね、出してね。と、海老蔵さんの父親である12代目の市川團十郎さんが最後通告を行っていると綴った。團十郎さんは2013年に亡くなっており、本来であれば2020年の海老蔵さんが大名跡、團十郎を襲名予定だったが、コロナ禍により延期となっている状況だ。麻耶さんの妹で2017年亡くなった小林真央さんもしばしばブログでメッセージを発している。しばしばブログでメッセージを発しているって、まあ、この小林麻衣さんが真央さんのね、降臨させたって言ってね、発してるだけですけどね、真央さんが発してるわけではないですよね。また、週刊文春は3月31日発売号で、昨年亡くなった神田沙也加さんも麻耶さんの有料ブログに降臨していると報じ、現在 SNS で話題となっているようです。これだ、本当ひどいなと思いますよ。ポストセブンはなんかね、逆張りをしてるんですね。麻耶さん支持派が優勢にいて、優勢なはずねえだろうと思うんですけどね。最近の麻耶さんのスピリチュアル系の発言の背景に、海老蔵さんに対する様々な苦悩があったことが想像できることから、ネット上でも麻耶さんに同情する意見と、海老蔵さんを糾弾する意見が増えています。同情してんのか、誰が同情してんの。もちろん麻耶さんに手段を選ばない発信方法に対し、懐疑的な声も多いんですが、それでも麻耶さんの支持派が優勢になりつつありますね。誰が言ってんだろうと思うんですけど、これ。普通の芸能事務所に所属するタレントであれば、これらの暴露で一発アウトになる可能性も十分あると思います。少なくとも育児関係の仕事のオファーはなくなるだろうし、テレビ番組であればあまりにもイメージが悪すぎてスポンサーが拒否する可能性が高い。しかし、世襲制である歌舞伎の世界は特殊で、簡単に海老蔵を切ることは難しい。海老蔵さんは市川團十郎という大名跡を継ぐことが決定しており、歌舞伎の伝統を守るという意味で海老蔵外しは簡単ではない。ただ、ここで海老蔵さんを許してしまうと、歌舞伎そのもののイメージダウンにもつながりかねないという臆面があるのも事実だと思います。海老蔵さんにとって、歌舞伎界にとっても重要な局面かもしれませんね。別にイメージはね、ダウンにはならないと思いますよ。だって歌舞伎ってそういうもんでしょ？歌舞伎ってそういうもんですよね。遊び人みたいなイメージでしょ、もともとはね。離縁なんて言いますからね。なしの園ですよ。芸の肥やしなんて昔から言って、だから最近おかしいだけですよ。マヤの暴露と多重交際によって窮地に追いやられつつある海老蔵、果たして何らかの弁明はあるのか、あるいは反論はあるのかってなってんですけど、まあまあそういうね、海老蔵さんが悪いみたいなことを書き方をしてるんですけど、でもコメントはね、イタコを支持。何回同じスレ立てんね。それはないだろう。どこの世界の話ですかね、とか。そういう対立構造なの？まあ、そもそもね、そういう対立構造なのかって僕も思います。シャドーボクシングなのに勝ち負けとはと。そうだね。そう。だから、海老蔵さんスルーして相手にしてないのに、勝ち負けはないですよね。シャドーボクシングのように、小林麻耶夫婦がやってるだけなんでね。海老蔵なんてイメージ最底辺だから落ちようがないけど、四者冒涜夫妻イメージが片落ちだろう。これの方が僕は深刻だと思います。海老蔵さんが女癖が悪いってのも最初からみんなが知ってるだけの話なので、別にね、イメージダウンにはなってないですけど、四者冒涜夫妻は本当にね、これは僕一番やっちゃいけないことをやってる気がしますね。ブログちゃんと見た上で言ってるの。本当そう思います。神田沙也加の件でさすがに支持できなくなったわ。そうね。あれはひどいなと思います。ポストセブンは徹底して海老蔵叩きだな。
セブンは世間と逆張りして話題稼ぎ必死だなと。だから話題稼ぎなんですよね、逆張りでね。この記事書いたやつも洗脳されてんのか。そうね。何がどうなって前足自派優勢なんて記事になるのか。エビゾウだけ追い込んでたら味方増えそうだけど、亡くなったよそ様の娘まで巻き込んだのでドン引きだよ。まあだからそこなんですよね。エビゾウさんだけやってる分には、まあ身内でね、なんかやってんだなって感じはしますけど、身内なのかな、なんか。エビゾウ対小林夫妻だけだったらいいんですよ。だから息子さんとかね、あの子供ね、子供巻き込んだりとか、それ以上に今ね、よそ様の娘ですよね。亡くなったね。神田沙也加さん巻き込むの。これは本当ね、許しがたいんですよね。神田沙也加のいたご芸でうさんくさくなった。まだそれやらなきゃ信じてくれた人もいただろうに。そうね。現代とかポストセブンとか潰れかけのメディアが必死に逆張りしているだけ。まあそう、確かに潰れそうですね、現代ポストセブンはね。優勢ってどこが、いやいや、マヤや夫のあたおかな発言や行動に一切触れず、それなりにリアリティとか言ってるのが怖い。赤の他人をいたこしたことでもうどうにもならんと思うけどな。いやもう本当そうだと思います。もう次誰をいたこにしてくるのかななんてね、思ったりしてますけどね。まあそんな感じです。